見ないよ、あそこ海綺麗だよ。うわ、いい眺め。部長、素敵なところですね。美月ちゃんも少し休憩に入ったら撮影入るから準備してね。はい。ほら、いつまでもそんなとこで寝てない。ほら、荷物ばらさないと先輩たちにどやされるぞ。今日一日くらい休ませてくれるのかと思ってたのに、やっぱり伝説は生きていたのか。我々新人二人は強行日程の映画撮影のため過労であえなく死亡。前にも死人出てるし、やはりこのシナリオは呪われてるのかも。そして今回は僕たちが犠牲者ってわけ。主役って美月ちゃんのこと？彼女すごいよね。こうなんていうか、脚本のイメージにぴったりだよね。しかしだ、そんなことより僕が疑問なのは美月ちゃんと君の関係だよ。君の何なわけ？いとこだ？嘘っぽいな。はいはい、そうしましょう。帰ったら B 定食お願い。貧乏なのはお互い様。自分だけいい思いしてるんだから、そのくらいなんでもないなんでもない。僕も頑張んなきゃな。僕の方は善と多難だよ。さて、今日は早く終わらせて休もう。義務としてでなく、意思としてでなく、奥から湧き出てくる吐息、それはあなたの喉の奥から生まれてくる震え。カット。お疲れさん。こんなんでよかったんですか？オッケーオッケー、だいぶ板についてきたよ。撤収急げ。ウィーッ。これで海のシーンはおしまいですよね。そうだね。次は鳩場のシーンに行きたいんだけど。おい、主演男優代理、準備はできてる？これダメだ、ガッチガチですね。あとは美月ちゃんだけが頼りね。頼んだよ。ねえ、シナリオなんて何度読んだって同じだよ。それよりそのシーンの流れを掴んでおけば、少しセリフが違ったって構わないんだから。シーン8、カット15、よーい、スタート。あなたは私から肉体と意識を奪っていったわ。でもそれで全てと思わないで。それはあなたが気づいていないだけ。無意識の中であなたは私の意識の中に入ってきた。無意識の中であなたは私の肉体と意識を奪い取っていったの。でもまだ残されていたものが一つだけ。私の存在。あなたはわざと残していったんでしょ？存在だって手に入れようと思えばできたのに。
正直に答えて。なぜ残していったの？違うわ。無意識の中のあなたの声が聞きたいの。何やってんだあいつ。動きゃしねえ。自分で間を作ってるとか？そうだといいんだけど。どうした？あの、鼻血出して気失ってます。カーッと。まったくだらしないんだから。でも鼻血まで出すことないんじゃないの？やっと僕の女の魅力に気がついたのね。私って罪な女ね。実は私、旅芸人の娘だったりして。ないわよそんなの。近くにいると思うと安心できるし、一人じゃね、心細いから。何？まだ気にしてるの？今日のこと。気にしない、気にしない。もう慰めがいのないやつだな。ほら、元気出して。えらい。元気が出たらお腹すいたでしょ。女子部員お手製の料理ごちそうするから期待してて。あたしの料理なんて知ってるくせに。女性の悲鳴だよね。今の悲鳴、美月ちゃんの部屋からなんだけど、ドアが開かないの。ちょっと来て。おい、どうした？何があったんだ？どうしましょう。ドアぶち破りましょうか。待って、今マスターキー持ってきたから。美月ちゃん、大丈夫？怪我はない？はい、大丈夫です。どうしたの一体？誰がやったのこんなこと？私です。美月ちゃんが自分で？なぜ？
鏡を見たら誰かが私を見つめていて。鏡？誰かが窓から覗いてた。怖かったんです、とても。目を合わせたらそのまま吸い込まれていきそうな冷たい目。なんとかその視線から逃れようと思わず椅子を投げちゃったんです。ベランダには誰もいないみたい。でも覗くって言ってもここは2階だし、下から登ってくるのも大変なんだけどな。そうですよね、私の気のせいだったのかもしれません。草に紛れてなんてことを。みつきちゃん、今夜ここで眠れる？仕方ないわね。私の部屋へいらっしゃい。あんたたち部屋片付けといてちょうだい。はい、はい、しょうこちゃん荷物お願いするわ。はい。みつきちゃん立てる？大丈夫？ねえ、鏡の破片拾うの手伝えよ。夢でも見たんだろ。じゃあおやすみ。あなたも聞いたの？私には聞こえたわ。しょうこちゃんの声がはっきりと。こら、本当に寝言だと思ってんの？昨夜未明から起こった火災の焼け跡から男女数名の遺体が確認されており、現在身元の確認を急ぐとともに警察では放火の疑いがあるとみて捜査を続けております。そんなことで良いのか？世の中そんなに甘くない。うん、その通り。